はい、どうも皆さんこんにちは、サイテーマンです。ティアーズ・オブ・ザ・キングダムやっていきましょう。前回ハイラル城でですね、激闘が繰り広げられまして、とりあえず、ハイラル城の敵は退けたということだったんですが、ゼルダを追ってきたんですけど、ゼルダがいなくてですね、これ見てもらえばわかるか。ハイラル城に現れたゼルダ姫は魔王ガノンドロフの生み出した偽物だった。ブレワイとこの任天堂スイッチのこのゼルダでガノンドロフっていう文字列をね、見ることになるとは。多分初めてじゃないかな、ガノンドロフっていう文字が出たのは。生み出した偽物だった。魔王もまだ完全ではないようで、今後の対策を練るための時間はありそうだ。監視トリドに戻ってプルアに報告しようってことだね。ただこれプルアに報告なんだけど、これ一応祠一つ解放できてんのか。これまたハイラル城に戻ってくるの大変なんですよ、一度出ちゃうと。ただまあここに飛んでくればいいか、戻ろうと思ったら。祠がね、多分何個かまだあると思うんですけど、何箇所かね。この入り口付近とかに祠あるとありがたいんだけど、祠は検知してくれないよな。この辺にあるとね、ありがたいんだよね。まだいるじゃん、ボコボニーとか。ないかな、反応なし。まあしょうがないか。これちょっとね、ここに戻ってくの大変だけど、まあいいか。なさそうですもんね、祠はね。うん、とりあえずプルアに報告しに行こうかなと思います。さあプルアの意見を聞きに行きましょう。なんて言うんでしょうかね。結構大変でしたね、前回ね。間なんか何箇所かまた追いかけっこさせられたんですけど、2箇所ぐらいかな、カットしてたかなと思うんですが、まあ大した敵も出てなかったんで、まあカットしてた部分があったかなと思うんですが、まあ重要そうなギブドとかね、ヒノックスとかの部分はまあカットせずに流していたかな。まあそれでも40分とか超えちゃったんですけど、ただパートをね、2つに分けることはできなかったんですよ。その20分20分とかで分けたらいいじゃないかってことなんですけど、それしちゃうとね、前半部分に見せ場があんまりない感じになっちゃうんですよ。気になるところで終わっちゃうっていうか、まあ見せ場があるんだったら別に最悪15分の動画とかでもいいんですけど、見せ場っていうか、そのいわゆる見てくださった方のその満足度っていうかね、まあ、見せ場は一つは用意したいなっていうふうには、最低一つは用意したいなっていうふうに思っているので、で前回のパートは40分通してまあやった方がいいかなという感じでした。ということで全員戻ってきてんだね。てか来たんだね。戻ってきてるっていうか、俺の分身だ今呼んでとは。そうだよ、俺の傍らにずっとこのルージュとかシドがいると思ってたけど、分身だ俺の傍らにいるのは。来たんだわ、ここに全員が。ご無事で何よりです、ルージュ様。うん、無事に決まっておろう。相変わらず心配性だな。俺が話しかけたんだけど俺が話しかけたんだけど、いやいやいや、まあいいや。こっちはもう指導はな、話聞いてくれるだろう。指導、どこも奥けがはないぞら。はっ、ひれ一つ気づいてはないぞ。いやいや、全員虫。さすがにユンボはな、ゴロゴロせずちゃんと監視トリドを守ってるころ。もちろんころ、たまにしかゴロゴロしてないころ。おお、ユンボユンボユンボ、目の前目の前いんぞ。さすがにこいつはもう新キャラだし、新人だしさ、しばらく見ない間に大きくなったんじゃないか。子供扱いして、その羽の傷つき方、並大抵のことじゃなさず、なきゃそうはならない。頑張ったな、ジューリー。入ってないな、視界に。くそ、まあ俺にはプルアがいるな。プルアガン虫だったら面白いけどな。あ、よかった。お帰り、大変だったみたいね。早速で悪いけど、みんなと一緒に詳しい話を聞かせてくれる。てか、俺発行してんのにな。ちょうど。発行してんのに。おなんか対面だったんだね。多分久しぶりのね。各キャラの。なるほど。話をまとめると、みんなが城で見たのは封印戦争の神話に出てくる魔王で間違いなさそうね。そうだね、俺たちが今まで歴代ゼルダで戦ってきたガノンだね。うん、各シリーズ、トアプリ、スカオ、スカオはいないか、トアプリ、カミトラ、カミトラはガノンドルフじゃないけど、ガノン、トキオカ、いろいろ出てきたガノンがのやつだね。そして各里で目撃されてた姫様は偽物で、ハイラル城に現れたのは魔王がリンクをおびき寄せるための罠だったと。おいらおかしいと思ってたんだ。
だってこんなにハイラル中が大変なのにゼルダ姫様が助けに来てくれないんだもん。そうなんだよな、来てくれてると思ってたんだけど、なんか怪しい動きを各地方でしてましたよね。そうなってくるともう一つ引っかかることがあって、あれなんとか遺跡あったじゃないですか、あのかかりこ村に。あそこにゼルダが近づくなって言ったんですよ。その指示ももう無効だよね。確かなんかかかりこ村にいるやつがゼルダ様の指示だ、近づくなみたいなことで強引に近づけなかったんだけど、あれももうゼルダが偽物って分かった以上さすがに入れるよね。天変地異も里の異変も偽物ゼルダ姫様もみんな魔王が復活したせいだったんだ。じゃあ本物のゼルダ様は僕たちが見た通りずっと過去の世界にいて今この時代にはいないってことごろ。この辺りはね、あの写し絵なんだよね、地上絵だから。地上絵を全部見ないことには俺も何とも言えないけど多分そうなんだろうね。そう考えるべきだろうな。それにゼルダ姫は過去で魔王討伐のために何かをやろうとしていたようだし、その何かがわからないんだよね。俺が見た地上絵は5枚しかまだ見てないんで、見ないといけないですね。我らの祖先はゼルダに魔王が復活するとき一族の者が賢者として目覚めリンクと共に戦うことを誓っていた。これ地上絵の探索が急務っすね。これはっきり言ってもうそこだね、根本は。あとなんか地底とかも探索できてないし、まだやらなければならないことはたくさんある。ゼルダ姫様が過去にいるんじゃ何をしようとしていたのかもわからないし、一緒に戦いもしないよ。魔王のことだってすっごい強くて悪いやつってこと以外何にもわからないし、どうしたらいいごろ。でもあんたたちの話からすると姫様は今の時代で魔王が復活するのを見越して手を打っていたように思えるわ。何か頑張ってるね、またゼルダは一人でね。ブレワイドの時と同様ね。だからきっとこの時代にまだ私たちの知らない手がかりがあるはずよ。なんとか遺跡だと思うんだよな俺、かかりこ村の。その通りだぞ。こんなところで立ち止まってはいられない。俺たちでできることを探すんだ熱いね。しかし何か手がかりがないことにはな。ああいう熱いキャラいなかったっすからね、あの英傑4人にね。強いて言うならダルケルだけど。待って、封印戦争で魔王と戦ったのは国王ラウルと6人の賢者だって言ってたのよね。そうなんだよ、これも引っかかってて賢者が1人足りないんだよね。各地方の異変回った時に4人でしょ、でゼルダでしょ、5人でしょ、ゼルダは時の賢者でしょ、1人足りないんだよ。これも引っかかってました。風、炎、水、イカズチ、そしてゼルダが時、時は姫様で、そう、一人足りないんだよ。これずっと言ってましたよね。もう一人いるってことですね、賢者が。このハイラル中、どこかに。なるほど。何が、なるほどごろ？そうか、あと一人いる。そうなんだよ。誰だろう、どこの地方だろう。ここにいんだよ、今。リト族でしょ、ゴロン族、ゾーラ、ゲルド。で、ハイリア族。これ何族だ？ラウルの族だ。ラウルの族ってことは、空にいる？空島にいるのか？うん。その通り。あれ何族だろうね。賢者はもう一人いるのよ。これがきっと手がかりになる。探してみる価値は大いにあるわ。あんたたちが賢者として目覚めた場所って、神話時代の遺跡なんでしょ？あと一人の賢者も同じような場所にいるんじゃないかしら。ハイラル中で闇雲に探すのは骨が折れるが、神話時代の遺跡に的を絞るのは巧妙も見える。よし、そうと決まれば全員で手分けしましょう。4人は里に戻って残る1人に関係しそうな遺跡の情報を収集。リンクはそれ以外で何か未発見の手がかりがないか探してちょうだい。これでようやくですね、異変が全て解決して全地方を回れる状態になったと。でようやくあの新聞社のイベントとか、甲賀様、ほったらかしん甲賀神様とかは、そういうサブイベント的なものに手がつけられるね。まあそれを賢者を探しつつやっていけるっていう段階に入りましたね。ここまではちょっと大急ぎで本編進めてましたけど、よし、とりあえずこのですね、モチベーションに関わるんでこのダサい服買いますわ。全部ダサいな
全部ダサいな。まあいいや、これでいいや。これもダサいな。ちょっとかっこいい服買いに行きますか、まずは。ああ。私たちがなすべきことはゼルダス様の意志を継ぎハイラルを守ること。でも魔王の力兄弟、まず5人目の賢者を探さないとね、と。天変地異以降、私はゾナウ調査隊を総動員してゾナウ文明にまつわる遺跡を調べてきたけど、今までの調査で5人目の賢者にまつわるものはまだ報告されてないわ。どこかに未発見の手がかりがあるはずで、まずはそれを見つけないとね。分かった。なんだけど、神話時代の遺跡をもう一度徹底的に調べてみる必要がありそうね。まあこれは、まあ、予想だとあれだよね、かかりこ村にあったなんとか遺跡だと思うんだよ。近づくなって言ってたやつ、異常になんか止められたやつ、ここにあるだと思うんですけど、まあ、ちょっとね、いろいろとやりたいことがまだまだ残っておりますので、ハイラルの異変が完了して、5人目の賢者が出たと。神話時代の遺跡ってことは多分そうなんだよ。なんとか遺跡、名前ちょっと忘れましたけど、地上絵の方を進めた方がいいかもしれないですね。地上絵を回りつつ各地方の異変を探っていきますか。まずね、ちょっと気になってんのが、まあ地上絵はもちろんなんですけど、新聞社のイベントですね。あれがあれば雨の時も探索がめちゃくちゃ簡単になるっていうのと、あと取り逃してるやつ、甲賀様、メインチャレンジじゃないんだけど、あ、こうワープマーカーとかもあったら便利なんだけど、これちょっと気になってます。ゲルド鉱脈へと向かった、これほったらかしにしてるのも非常に気になるところ。甲賀様が賢者ってことはありえないと思うんだけど、ミツバちゃん、これ新聞社だね。何から取り掛かりますか。甲賀様討伐に行きます。地上絵はね、まだあと7箇所ぐらい残ってるんですけど、うん、まずは甲賀様討伐に行きますか。ゲルド鉱脈なんで、指定だ。あいつを逃している。指定方面、あー遠いな。どうしよう、甲賀ちょっと時間かかりそうだから地上絵もありますか。先に地上絵行きますか。竜の地上絵、いや、甲賀様先行きます。地底から、甲賀の方面ですね、進んでいきましょう。場所は割れてるんで、今回は甲賀様討伐に行きたいと思います。何か報酬が得られるかもしれないのと、ってことだね。さあ、ここから各地方に回ってサブやら何やらを進めていくことができます。多分俺の予想だと、本編の方5人目の賢者はかかりこ村のなんとか遺跡、ゾナウ遺跡だっけの方だと思います。さあ行きましょう。俺今発行してるんで、ちょうど地底も探索しやすいかなということで、久しぶりの地底ですね。行きましょう。これほぼ多分真っ暗なはずなんですよ。俺が今発行してるからこれ見えてるだけで、このまままっすぐだね。いや違うわ、ここの明かりがあるからまっすぐ行けてんのか。これなんだろうな、古びた地図が示す場所。まあいいや、地底とりあえず探索していきます。あの正面に一応、あ、深いな。深っ。ちょっと待って、落ちたらただじゃ済まない。待って、めっちゃ深いんだけどこれ。うわー、ふっけ。あそこまで行けてチェックポイント一応作れればいいんだけど、これ相当谷深いな。落ちたら上がってこれないな。で、チューリで飛ぶにしてもどこまで飛んだらいいのかわかんないんで、どうだ。うわ、ダメだ。深っ、ふっけ。これはちょっと落ちると上がってこれませんね。このまま真っ直ぐなんですけど、この上から飛べばいけそうか。いけるかな。通れるルーフは万能じゃないんでね、そんなに高いところまではできないので、いやー、ちょっとギャンブルで、チューリのダッシュ、いや結構遠いんで、上から飛んだとしてもいけるかどうかだよな。いや、もう地底全く探索してないんだよね。もうこんな感じですからね、地底の探索具合。こんなクリアっていうか、もうその終盤に差し掛かってるにもかかわらずですよ。このまま行きます。修理がどれだけ回復が早まるかってことなんだけど、いや、これ下降りたくないな。降りたくないですね。スタミナが続く限り向かってきます。あの明かりのとこまで行ければってことだけど、いや結構遠い、思いのが遠い。
わ、遠かった。重いのが遠い。これ登れるかな。ここに多分崖に引っかかると思うんで、そこから行ければいいんだけど。うわ、遠っ。いやし、真っ暗だし。そっか、この上です。この上、ちょうどこの上に行ければいい。一旦降りるしかないな、これ。一旦降りましょう。崖なんか、降りるっていうか崖なんか。これ歩ける、歩けるけど坂になってんだな、微妙に。ここの上ですね。そろそろでしょ。 OK です。何度かガラガラ到着しました。これまずちょっとチェックポイントになりますね。神唐津のね、よし。地底も謎だよな。思いのほか地底って実は何にもないのか、結構サブイベとかが豊富にあるのかっていうことなんだけどね。もうちょっとです。古びた地図が示す場所っていうのは多分何なのか分かんないんだけど、あいついたじゃん、ゲルドのなんか宝を DLC とかであったさ、なんとかのお宝みたいなあったじゃないですか。ラウルのお宝だっけ、なんとかのお宝みたいな、あれ関係だと思います。お宝関係、前作のブレワイとかでも。ライネルとやりますか、ここいらでライネルと一戦交えますか。なんならそれどこ強いかな。ちょっとここいらでライネルと一戦交えますか。俺も相当強くなってますし、今作の来年の実力を測っておきたいという意味もある。当然チシムシは入れさせてもらうが、気づいてくんだよね、この距離。あーでもあれだ、正気系で埋まってるからダメだ。いや、ちょっと正気系で埋まってるんでちょっと相手できない。正気系の武器を気づいてくんだよな、これ。ただライネル超えないといけないんだよね、あいつのとこまで。おそらく黄岩のとこまで。まずい、行ってくる。しかもこれおそらく最強のライネルだよな、これ。うわっ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。話が違う、話が違う。あんな速射でこのダメージはちょっとさすがに待ってくれ。当然勝てる相手じゃない。行きましょう、逃げます。ブシ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 、逃げろ。あいつはいずれ倒しましょう。下手したらこれラスボスより強いまであるよな。ここでも最悪ライネル当ててきますからね、弓矢で。それぐらいのやつなんで。うわっ、待ってきてる。あいつマジか、嘘だろ。おい、あいつ、え、この距離撃ってきた、あいつマジ化け物だ、化け物だ、あいつかなり来ない。一旦退散だ。ただお宝付近までいける。ただこれ正気もう直せないんで、どこかの根を見つけない限り。正気ないよな。一応下の方に根はあるんだけど、あそこちょっと遠すぎるんで。これさ死んでしまうよね、これ。正気持ってかれる前に次は一応根みたいなのを発見。あそこまで行けば回復できる。分かりそうで。とりあえずこの地底のライネルは多分最強のライネルだね。今作から追加されてるライネルだよね。だから白銀黄金よりも下手したら強い。しかもあの速射力に正気をまとってるね、攻撃に。この地底のやつだから、地底属性だから、さらにヤバくなってるね。今から楽しみだよ、あいつといずれガチで戦う動画が作れると思うと。あいつと戦う動画とか、なんかボス戦をとにかくこなしていく動画、結構無視してきてるんで、ボスね。
とりあえずね、廃墟カラッカラ廃墟到着です。よいしょ、なんとかなんとか来ました。皆さん、地底、ゼルダの地底の方は探索しておりますでしょうか。まあ、ほとんどの方がクリアされた方が多いかなと思うんですが、廃墟ね、根ではなく廃墟なんか。ちょ、根が欲しいんだけど、廃墟、何ですかこれ。認証者を確認。ようこそいらっしゃいました、主様。ここはかつてゾナニウムが多く掘れ、精錬が盛んだった場所です。あ、採掘場か。採掘道具の設計図の管理をしています。おや、まだお持ちでない設計図の石板を確認。新しい設計図の石板をお渡しいたします。ほう、設計図の石板、ゾナ文明の乗り物などの設計図が描かれた。ブループリントを使うことで描かれたものを再現することができる。何でしょう、通り抜け足場。どういうことなんでしょう、通り抜け足場。足場、ブループリントを試すに必要なパーツもご用意しましょう。何だろう、新しい技か。何だろう、通り抜け足場って何だろう。足場を作れるってこと。ところで主様、ブループリントでパーツが足りないときに何が起こるかご存知でしょうか。知ってます。確かゾナニウムエネルギーを使わされるんだよね、余分に。私設計図の隙間はぜひお役立てください。さっきのブループリント、あ、だからブループリントでなんとか足場だっけ作れるんだけど、お、来ました、採掘マスク。暗闇の中で作業するとき持ちる発光系ね。クソダサいですが、クソダサいですが発光系。ブループリントで、さっきのやつだね、通り抜け足場。まあどんなのか分かればいい。あ、すごい高い何か作れるってことね。あー、分かりました。上にも多分あるから、通れルーフで上まで行けるみたいなことだ。すごい高い足場を作れるってことですね。多分欲しいでしょうみたいな感じで置いてくれたんでしょうね。ここが採掘場か。ね。ん？私が大事なものです。持って行ってもらっては困ると。でも俺、ゾナニウムの精錬で、まだ未だに困ってないんだよね。一度も。なんか空飛ぶとかをやってないからだと思うんですけど。困ってないんだよね、もうここまで一度もね。とりあえずこの根をつけておいて、もうちょっとで到着ですね。ここだね、甲賀様いますね。おそらくここにいる。待たせたね。相当待たせたな。今日戻ってもらうぜ、お前には。おー、なんかバトルショーっぽいところに来ましたよ。今日戻ってもらうぜ、貴様には。ちょっと HP 回復しておきます。どこだあの野郎、あの野郎どこ行ったの。 なんか今声したぞ。いた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 。くそ、どうすんの。 OK、 舐めるね俺を。とりあえずあいつのところに行きます。よ、待たせたな。不意打ち、不意打ち。くそ、動けっつってバレたか。うう、右手を使うんじゃないのか。何度やってもダメだ。おい、そこの前ちょっと試しにやってみろ。俺なんだけど。貴様リンク、貴様追ってきやがったのか。追ってこいって言ったじゃねえかよ。貴様のやった通りにしたのに、これ全然こいつ反応しないぞ。騙しやがって。こうならこいつの軌道はやめだ。
ちまちまやるのは将棋貴様は力を奪い取る。さあこいつとの最終バトルになるんでしょうか。今日も踊ってもらいましょう。こいつには今度は飛行機ですね。前回車だったんですが、ほう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 、いやー俺も飛行機作らんとブー悪いよな。どう考えても。ちょっと待て、そんな単純な方法じゃない。ひっぺがしゃいいじゃん。これであいつのパーツってたかだか、要はこのゾナウ系のやつでしょ。じゃあ俺のこいつで引っ張らせるんじゃない。当たってくれないな。弓矢の方が当てやすいか。正面から突っ込んでくるときに弓矢当てます。よいしょ。オッケー。耐久力も低いね。てか俺が強くなりすぎたのか、攻撃力が上がりすぎたのか。おー、そんな程度か、そんな程度か。正面から来た時に弓矢。てかさ、ルージュとんでもねえもん当ててやろうぜ。いいよ。わあ。ちょっと遠すぎた。ちょっと遠すぎた。あとでもワンタイぐらいで倒せそう。ちょっと面倒なことやってきたな。ちょっと面倒なことやってきましたが、これなんだ。おいよ。いいです。早すぎて。どうする。当てられねえ。これ当てれんわ。ルージュ発動からのイカ寿司で何とかします。よいしょ。どうだ、ダメか。ルージュからのイカ寿司だと思うんだけど、突破口があるとすると当たろう。ガチで何とかします。これちまちまダメージ与えていくか。ガチで行こう。 OK です。いや多分飛行機作ってってことだと思うんだよな。ユンボーかなんか使って。心なしか砂っぽいぞ。ここは目にゴミが入ってかなわん。今日のところもこれぐらいにしといて。まだ逃げるんか。このガラクタゴーレムは反応がないし、作戦変更だ。神代の力奪うぞ作戦はやめだ。あの力もあれやちっとは役立つかと思ったが、元より俺様の本来の目的は別。この地で手に入る強力なパワー、ゾナーエネルギーの結晶を集めること。全部教えてくれるね。全部教えてくれます。それでこれまた強力な神代の兵器を蘇らせ、偉大なる存在あのお方に返上することだ。さすればあのお方の望む世界の終焉が叶うはずなのだ。貴様に取られた力などなくとも、俺様はすでに最終兵器復活のため着々とゾナウエネルギーの結晶を集めている。この地はすでに掘り尽くされた。もう全部言ってんじゃん。ハゲ山だ、欲しけりゃくれてやる。俺様たちは東の廃坑へと旅立つ。いかしい、それで右往左往させられんのか。なるほど。これ見てどう。はい、なんとかとたどり着いた。着いたんですが、おそらくこの感じで、東とか、北とか、いろいろ行かされる系ですね。で、最後になんか、
最終兵器を蘇らせるみたいなこと言ってましたね。侵入者を追い払っていただきありがとうございます。大声でしたので聞こえてしまったのですが、あの男が向かった東の廃校にはおそらくラネール廃校、ラネール廃校、これは非常に遠く、また道しるべの石像もこの辺りにはございません。地上に上がり東の地方から深南に入るのが良いでしょう。なるほど、ラネール廃校に続く石像は東の地方の2つの深穴から伸びています。確か場所はラネール湿原の陸地の深穴と南の集落にある。なるほど、地底で向かうよりも上から降りるっていう戦法も確かにありますね。今回もそうだったかもしれないですね。まあでもゲルドに穴はないわな。はい、なんとか第一陣追い払うことができました。そんなわけで特大決勝、さすがに飛行機作らないとどうにもならないので、これですね、ラネール湿原内、ちょっとね、イーガダン総長、甲賀の陰謀、結構長くなりそうですね。一発単発で終わりなのかなと思ったんですが、そうでもなさそうですね。はい、ということで、次回ですね、また、お、腹が減った。急な人員補充で地球店内のバナナが枯渇したのだ。指定は安全な不毛地、完全な不毛地帯、食えそうなものは全くない。食材や料理を十分に持ち込むことが鉄則中の鉄則なのに。新人名、目を離した隙にありったけのバナナを食い尽くしやがった。今度からこっそり呼びバナナのオフトコに、大したこと書いてない。甲賀様に栄光あれ。はい、まあちょくちょくこのイベントも進めていこうかなと思います。次回はまた別のやつをやろうかなと思いますね。はい、ということでまた次回ですね。この別のイベントですね、を進めつつ、5人目の賢者探していこうかなと思います。設計図。あ、最後にブループリントの設計図がもらいました。おそらく飛行機かな、作業船っていうのをもらいました。はい、ということでまた次回のパートをお楽しみに。サイテマでした。ありがとうございました。